戦記は1928年5月から1931年12月にかけて刊行されていた日本の文芸雑誌である全41号。プロレタリア文学の作品の重要な発表舞台となっていた。1928年、当時プロレタリア文学の陣営はいくつかの団体が乱立していた。その中で日本共産党の影響を強く受けていた。 日本プロレタリア芸術連盟と全英芸術家同盟とは3月15日のいわゆる3.15事件の弾圧をきっかけに組織の合同を図り全日本無産者芸術連盟を結成したその機関紙として発行されることになったのが雑誌戦記であった千記は小林拓二の1928年3月15日カニ高専徳永忠氏の 太陽のない街などの話題作を次々と掲載し、プロレタリア文学の代表的な雑誌となった。発禁処分もしばしば受けたが、処分が出る前に定期購読者への直接販布や発売と同時に購入する読者たちに支えられて発行を継続できた。1929年からは独立した先期者が発行部隊となり、1930年には 老働大衆のための政治的味プロの雑誌として、ナップから完全に独立した雑誌として発行を続けた。この時期には、壁小説と呼ばれる短い作品への心を見もなされた。一方、ナップは新たに機関紙として、ナップを発行した。1931年に日本プロレタリア文化連盟へと運動が発展し、ナップがプロレタリア文化、 コップへと発展的解消を遂げていく中で、戦記は習慣を迎えた。別冊から発展した、姉妹子として少年戦記婦人戦記も刊行された。復刻版戦記解題。ありがとうございます。